全然ない。皆さんこんにちは。最初の一番最初の、セッションを始めさせていただきます。私はパワーで KVM の世界ということで、パワープロフェッサーで KVM をやる、やりましたというお話でした。で、まず自己紹介なんですけれども、私オリと申します。で、IBM に勤めてまして、IBM で、Linux とか OS ソフトウェアとかを、プロジェクトエンジニアをしています。本業はサーバー屋さん、ハードウェア屋さんです。で、比較的なんていうんでしょう、私開発者じゃなくて、ライトウェイトな、カーネル好きなので、あんまり表立った活動はしてないんですけれども、最近の表立った活動としては、ポストグレスで、パワー PC で、スケーラビリティを改善するパッチを投げたりしました。これでも何年か前なんですけど、64コアぐらいまでスケールするので、もともと16コアぐらいまでしかスケールしなかったのが、64コアぐらいまでスケールしました。そんな、これぐらいです。で、今日どういうお話をするかと言いますと、まず最初に、X86 での KVM が何なのかも皆さんご存知だと思うんですけれども、簡単におさらいして、で続きましてパワープロセッサーのご紹介ということで、パワープロセッサーとかパワー PC とかってご存知ない方がいらっしゃる、多分聞いたことはあるんじゃないかと思うんですけど、昨今結構さびれてきますですね。あまり触る機会がないんですが、ちょっと、ご紹介ということで、あと、IBM ってそのパワープロセッサーを使った UNIX ワークステーションというのが、UNIX サーバーをずっと出しています。AIX っていうちょっとキモい UNIX を抜くサーバーをずっと出して、今もやってるんですね。で、その世界っていうのは、すでに仮想化とかディスコしてて、KVM ではない、IBM のプロプライエットな仮想化技術というのがもう動いてまして、で、パワー KVM がどういう動きをするかを理解するにあたって、もともと IBM のパワーシステムで動いている仮想化の動きっていうのを知っておいた方がちょっと分かりやすいので、その話をして最後に KVM のお話という形になります。よろしくお願いします。で、X86 の仮想化は多分もう、皆さんよくご存じだと思います。で、仮想化をするためには、センシティブな命令は、ユーザー権限を実行するとトラップしないといけないというのが、理想的な仮想環境なんですけれども、X86 はもともとそういうことができなかったので、仮想化専用の命令を追加しましたということで、今までのリングの概念にかぶせる形で VMX ルートモードというと VMX ノンルートモードというのを作って、で、その間を行き来すると、であとゲストの中でセンシティブな命令を実行するとトラップして VMX ルートモードに移ると、そういう動きをするのが、スタジオ君の仮想化です。で、その KVM っていうのは、その X86 の仮想ハードウェアの仮想化支援機能を使って、Linux カーネルで実装された仮想化機能で、それはデブスラ KVM で IBM をコントロールすることで、いろいろ仮想環境を使ったり、します。で、基本的には、ハイパーバイザーからは QM プロセスとしてリストが見えます。あと、仮想マシンの仮想デバイス、デバイスでの IO は QM が、ホスト上で運営する、そういったのが KVM です。で、どういう動きをするかは、さらっと。で、
リストが IO を発行すると、まあ、それをトラップして VMX ノンルートモード向こう側に移って、で、遷移理由を見て、QM に戻って、で、QM で IO をして、で、リストに戻る。まあ、そういうことになります。というのが、まあ、従来のといいますか、X 社長の皆さん、多分、よくご存知の QM の動き。で、続きまして、パワープロセッサーのお話をしたいと思います。パワープロセッサー、まあ、パワーアーキテクチャーとここでは書いてますが、パワー PC っていうのは多分皆さんよく、あんま聞いたことない方がいらっしゃると思います。パワー PC の他にパワーっていうプロセッサーがあって、それも IBM の、そう高いサーバーで使っているのが、まあ、パワープロセッサーで、まあ、たくさん、SMP 構成にできる、のがパワープロセッサーで、今書かれてきているのが、その、まあ、デスクトップ版とか、組み込み版のパワー PC っていうものです。で、パワーっていうのは、パフォーマンスオプティマイズ・ウィズ・エンハンスト・リスクっていう、ちょっと恥ずかしい言葉の逆襲に。で、パワープロセッサー、パワーアーキテクチャーというのはリスクのプロセッサーで、まあ、リスクの特徴的な、まあ、特徴として、命令帳が固定であるとか、メモリアクセスはログスター命令を使うとか、ハンドルリストがたくさんあるとか、IO をするとメモリマークとか、まあ、そういったのが、まあ、そういったそのリスクプロセッサーの特徴的な、ものっていうのは、パワーにも共通しています。で、パワーの、命令セットっていうのは、パワー ISA、インストラクションセットアーキテクチャーっていうドキュメントで、定義されています。で、パワーインストラクションセットアーキテクチャ、パワー ISA って言ってるんですけども、これはパワードオルグで全部ダウンロードできます。で、まあ、プロセッサーの世代によって、パワー ISA のバージョンっていうのが付いていて、今、一番新しいのが、バージョン 2.07 っていうのが。で、パワープロセッサーっていうのは、まあ、命令セット自体は共通で、実装として、まあ、SMP 構成、まあ、たくさんのコアが積めるサーバー向けの、構成と、あと、まあ、組み込み向けの構成と、まあ、いろいろ用途はたくさんあります。で、僕も書いてますが、まあ、サーバーとか、スパコンとか、サーバーっていうのは IBM のパワーシステムっていうことで多分一番使われてると思います。で、スパコンは、まあ、IBM のパワーシステムとかでもやってますし、あとブルージーンっていう、どちらかというと組み込み向けのパワー PC ですね。小さくてしょぼいのをめちゃくちゃたくさん並べてヘルキューズというような、仕組みになってるんですけども、そういったのでトップ500のランキングとかで、昔上位にいたりしました。今はあんまりそうです。で、あとは、まあ、一番多分皆さんに馴染みがあるのはゲーム端末なんじゃないかなと。で、E とか Xbox とか PlayStation 3とか、まあ、そういったところで、使われるんです。あと、レールコントローラーとか、あとネットワーク機器にも結構使われているそうです。私ちょっとあまり知らないんですけど。で、あと、これも多分一昔前で、今はちょっとよくわかんないんですけど、でも今多分飛んでるのはまだ、パワー PC だと思うんですけど、まあ、こういう宇宙船の中で、まあ、火星の探査機とかの中で使われているんですけど、ただもうかなりパワー PC 自体は辛い状況になっているので、まあ、Mac 自体はインテルになっちゃいまして、すべてインテルになっちゃいまして。Xbox も、AMD かな、次の AMD になる。で、プレステも AMD になる。ということで、もう皆さん、パワー PC とか入れていってですね。で、まあ、デスクトップはほぼ全滅で、ゲーム端末も、ほぼ全滅ということで、あと、まあ、ネットワーク機器に関しても、今結構なんかこれ、私たまたま見てたニュースサイトのグラフだけ、撮ってるんですけど、
パワープロセッサー、パワー PC 結構使われてるそうなんですね。でも、まあ、今までパワー PC に、結構頑張ってくれてたフリースケールとか、が結構アームとかも出しちゃうぜとか言って、ちょっとこういう、ネットワーク機器も結構ピンチになってくるんじゃないかなと思います。というのが、まあ、パワープロセッサーのご紹介になります。まあ、結構実は歴史は古くて、大体1990年代ぐらいからっていて、まあ、これ、単純の時系列になって、まあ、ちょっと負けないかもしれない。で、今、IBM のパワーシステムっていう、まあ、Unix サーバー、AIX のサーバーで動いている最新のプロセッサーっていうのを Power7 Plus っていいますね。で、インテルのプロセッサーって、まあ、チクタクなんとかで、プロセスルームシリンクするのとアーキテクチャ変えるのと、まあ、交互にやってるんですけど、IBM のパワープロセッサーのちょっとそういうノリで、まあ、この全部大文字になってるのが IBM のが出してるパワープロセッサーです。パワー4っていうのを出して、その次にパワー4プラスっていう、まあ、ちょっとシュリンクして、あとキャッシュとかを増やして、お茶を濁すっていうのを出しつつ、次のアーキテクチャを考えるというのをずっとやってまして、今、パワー7の次にパワー7プラスっていうのが現実化して動いていて、今年の夏ぐらいのホットチップスで、パワー8を作ってるし、というのが大体で現状でした。現在、まあ、パワー4ですから、ね、一番新しいのパワー8ですね。インテルは結構、まあ、毎年何らかの新しいプロセスを出していってるんですけども、さすがに そこまでの体力と気合いはないので、まあ、何年か1年や2、3年か2、3年ぐらい空けながらプロセスを出してきています。今年アップしたパワーエイトは、どうなってるかな、まあ、1つのプロセッサーパッケージに12コア乗っていて、各コアで8スレッド、まあ、でも、まあ、インテルのコアも結構詰まってますから、まあ、こう出た直後はちょっとだけインテルより勝ってるぐらいのスペックで頑張って出すんですけども、まあ、1、2年経つと抜かれるというのがここ後ろの方に見てる感じです。で、一応、まあ、キャッシュのサイズとかが EDRAM っていうちょっと変なキャッシュのサイズで、オンチップで90MB って結構動かれてます。あと、まあ、メモリの帯域が結構動かれてますっていうのがポイントかな。で、まあ、パワーヒット自体の細かい話は、まあ、これ、なんかこういうの出していいのがよくわかんないけど、多分これ大丈夫な資料なんで、まあなんかあんま細かいとこはあれなんですけど、まあ結構頑張ってるぜって言いたい資料です、ね、これは。で、ちょっと面白いのが、統合PCI Express Gen 3のコントローラーをプロセッサーに統合してるっていうので、キャッシュコヒーレントな状態で、プロセッサーに直結したアダプターとやり取りできると。で、今のブラボとかって、キャッシュコヒーレントのアクセスができないんですけども、それが、じゃできるようになるということで、まあ、アダプターベンダーさんがこのパワーっていう小さい市場を特別なアダプターを作ってくれると結構楽しいことができるんじゃないかという感じですね。で、というのがパワーエリートの話です。なので一応結構組み込み、まあ、ゲーム端末はやばいんですけども、サーバー向けはちょっとまだ気合で頑張っているというのがパワーのメリットです。で、パワーのインストラクションセットアーキテクチャって実はエディションが2つありまして、サーバーエディションというのとエンベディッドエディションという2つあります。で、まあ、サーバーエディションというのはもう IBM 向けのインストラクションセットで、エンベディッドエディションというのは、クリプト向けの
で、まあ、あの基本的なあのメールセットは基本的に同じなんですけれども、結構、まあ、仮想化のところとかはかなり違うような気がするアプリですね。で、この、まあ、システム向けの、あの命令とか、まあ、仮想化関係の命令とかが入っているのがあのパワー ISA の第3章なので、まあ、ブック3と。で、それのサーバーエディションなので、ブック 3S。エンブリッドエディションなので、ブック 3E と。なんかそういうふうに呼ばれてます。あと、パワーのメモリーはちょっと変な、構成になってまして、AWS 変化が2回入ります。で、普通のユーザープロセスからのアドレス空間がエフェクティブアドレスというので、それをまあ、セグメントでアドレス変換してバーチャルアドレスになって、それをさらに、アドレス変換して、リアルアドレスというような形になります。で、というのが、パワープロセッサーの話ですね。で、続きまして、パワー VM というのが、ものについてお話しします。すみません、前置きすごい重くて申し訳ない。で、PowerVM っていうのはその IBM のパワープロセッサーを使った、AIX サーバーですね。で、IBM がプロプライエットに作り込んでいる仮想化の仕組みです。で、まあ、IBM の AIX が動くサーバーをパワーシステムって言うんですけども、これの仮想化の仕組みを PowerVM と呼んでいます。で、PowerVM っていうのはハイパーバイザーがファームウェア上で動いてるんですね、ほとんど。ですので、まあ、なんかオーバーヘッドが少ないとか、なんとかかんとかっていう、売りがあるというと、ハイパーバイザーはピーハイとかって呼んでます。で、もうファームウェアでハイパーバイザーが動いてるので、上で動く OS っていうのはハイパーバイザー前提の、作りになってるんですね。ですので、基本的には純仮想化の、仮想化の仕組みなんです。なので、その IBM のパワーシステムで動いている OS、まあ、例えば AIX とか、あとまあ Linux も動くんですけど、まあ、そういったものは全部純仮想化されていて、で、まあ、IO するとか、なんとかするとかっていうときは、カーネルの中で必ずハイパーバイザーコールをしている。で、肝心なところは全部ファームウェアの中のハイパーバイザーが、やっているというような動き。であと、まあ、IBM 用語なんですけれども、この上で動く仮想マシンのことを、まあ、論理区画、まあ、ロジカルパーティションなので、L パーと呼んでいます。で、このパワーハイパーバイザーっていうファームウェアのレイヤーっていうのは、基本的にそのメモリの仮想化とプロセッサー資源の仮想化だけを行っていて、IO の仮想化というのはこのハイパーバイザーではやってなくて、バーチャル IO サーバーっていう、まあ、特別な区画を作って、なので、まあ、イメージ的には全のドームゼロに相当するのがそのバーチャル IO サーバーで、全の、まあ、ハイパーバイザーに相当するのがファームウェアの中で動いている、まあ、そういうイメージを持っていただけると大体合ってるかなと思います。はい。で、すいません、ちょっと資料を後で書けっていうのが落ちてきます。まあ、ここがパワーのハイパーバイザーのところですね。で、VR 用紙っていうのが IO、まあ、ドームゼロに相当するので、その他に実は隠れパーティションというのがあって、まあ、この隠れパーティションというのが管理コンソールとの間のやり取りとかを考えると思ってますが、まあ、こういうコンソールで、まあ、そのロジカルパーティションというのがいわゆる仮想環境における仮想マシンを相当します。あと、まあ、結構構成を動的に変えることができて、例えば Linux の仮想マシンでメモリを稼働して減らしたりするっていうちょっとキモいことができたりします。あとは、まあ、VMware で VMotion、リタイルマイグレーションっていうのもできますし、あと、
昔アップルでロゼッタっていうあのパワー PC のコードをエミュレートする、パワー PC 上で6万8000のコードを実行するエミュレーターでした。なんかロゼッタを作った会社をなんか買収してパワーの上で X86 のコードを動かすような仕組みとかを昔は持ってたんですけども、それを IBM の陰謀でないことにされてしまったという形で、というのが大体あの今すでにあのパワーシステムで動いている仮想化の仕組みがそういう感じになります。で、パワープロセッサーというのは3つのモードがあるんです。で、ユーザーモードとスーパーバイザーモードとハイパーバイザーモードという3つのモードがあって、で、ユーザーモードでアプリケーションが動いて、スーパーバイザーモードでカーネルが動いて、でハイパーバイザーモードというのはこのピンハイプというカーネルの中でしか動いてないんですね。ですので、まあ、今の IBM のパワーシステムで OS を作ると、ハイパーバイザーモードに遷移することができない状態になっています。ハイパーバイザーモードは完全にファームウェアに支配されているという問題があってですね。で、パワー KVM にするためには、そのまずハイパーバイザーモードで動く、ファームウェアからなんとかしないといけないというかなりハードルの高いことになっています。はい、というわけでパワーケーブルのお話になります。今年の夏、これ何月だっけ、6月ぐらいですね、レッドハットサミットっていう、まあ、レッドハットさんのイベントがあって、そこであの IBM のなんか偉い人がキーノートで喋ったんですけれども、そこでいきなりあのパワーシステムでケーブルをサポートするぜって言い出して、みんな聞いてなくてびっくりしたので、まあ、パワー上の KVM ってこっそり作ってたっていうのを聞いてたんですけども、あのなんかファームウェア入れ替えなきゃいけないとかすごいハードルが高くてですね、であとそのパワー KVM 用のファームウェアがあのなんか開発する金がなくなったからちょっと中断してるとか、なんかそんな噂とかを聞いてて、なんかまあ遊びに行ったのかなと思ってたらいきなりこう本気を出すとか言われて、中の人がびっくりしたみたいな。というわけで、あのパワー KVM はなんか本当にやるそうです。で、一応パワー8っていう、まあ、あの次の世代のプロセッサーですね、からはパワー KVM が動くようにしたいというふうに、公式にですね、あのちゃんとお金払って買えばパワー KVM が動くと。で、あと、ちょっとパワー業界で、まあ、最後の話でも、あの頑張ってるぜっていうのが、あのオープンパワーコンソーシアムっていうのがありましてですね、IBM と Google と NVIDIA と Meadox と Kaiyan っていう、まあ、なんかあの全然仲良くなさそうな人がいて、まあ、パワープロセッサーを使ってあの新しいデータセンター用のサーバーを作ろうというなんか団体を設置しました。で、一番最初は NVIDIA さんと一緒に協力してパワー上で GPU を活用するような、新しいテクノロジーを作りたいと言って、まあ、多分先ほどご紹介したパワー8の、コーヒーベントなアダプターとの接続みたいな、キャッシュコーヒーベントな、GPU アクセスみたいなのをやるんじゃないかと想像してるんですけど、まあ、そういったのをやりつつ、まあ、タイヤンに安いパワーを乗せたまあ、PC を作ってもらって Google に大量導入されたら、嬉しいなっていう、こう IBM の川さんの方が見えるようです。で、IBM 的には、まあ、この関連の、資料をもっとオープンしますとか、あと、まあ、ファームウェアもをオープンソースにして出しますとか、まあ、そういったことを一応、プレスの発表ではやっています。で、一応この中で、はもパワー KVM を頑張りますということになってます。あと、パワープロセッサーって伝統的にビッグエンディアでずっとやってるんですけれども、プロセッサー自体はあのどっちのエンディアでもできるんですけど、ね、パワーコンソーシアムではリトルエンディアでいきたいなみたいな感じになります。というわけで、本題のパワー KVM ですね。で、パワープロセッサー上でKVM が動くように、コーティングします。で、K
KVM のコードって基本的にはもうあのインテル VT とか UMBV べったりなコードを作るようになっていまして、でまあ、ほとんど書き換えてますですね。で、まあ、あの全体的な動きを KVM と同じにした。でそれを WebKVM に対する IO コントロールのインターフェースとかを揃えたという程度で、まあ、かなりあのでかいコードになっています。あ、全然あのどうでもいい話なんですけども、なんか IBM の営業とかがあのよく外で言ってるのは、Linux のコードはなんか Red Hat と Intel に続いて IBM が一番3番目にいっぱいコード書いてますとか、まあ、Linux の中の KVM の部分も大体3番目ぐらいにいっぱいコード書いてますとかって IBM の人は結構言ってるんですけども、それ実はまやかしで、あのいっぱいコード書いてるっていうのは実はその PowerPC の部分とかメインフレームの S390、まあ、あの機種依存部分がかなり多くて、結構その機種依存なあのいわゆるカーネルの部分っていうのは、まあ、書いてることは書いてるんですけど、そんなにボリュームが多くないので、まあ、IBM 特有のアーキテクチャにで動くようにするためにすごい頑張ってるっていうだけですね。で、まあ、この KVM を移植するときもやっぱりあの PowerPC 対応のコードっていうのはすごいたくさんあります。ほとんど書き換えてると思いますね。で、KVM を動かすためには、その元々パワーシステムで動いているファームウェアっていうのはハイパーバイザーモードで動いているので、まあ、それを取っ払わないといけないということで、その PHYPE っていうハイパーバイザーファームウェア上のハイパーバイザーが動かないようにする特別なファームウェアに入れ替えて、動かす必要があります。そういうのが、パワー KVM です。一応あのアップストリームでは全てコードは入っていて、まあ、まだいろいろ書き換わってはいるんですけども、一応普通に動くような状態にはなっています。で、いやすごい読みにくいですね。すみません。まあ、ハードウェアがあって、オーパルって書いてあるのがパワー KVM 専用のハードウェアですね。でその上で、KVM ホストとなるカーネルと KVM のカーネルの状況が動いていて、でその上のユーザー空間で QM とゲスト OS が動くと、まあ、そういうあのコンポーネントの作りになります。この辺はあの X86 とほぼ同じような感じで、IO のエミュレーションの QM を QM でやるとか、まあ、そのあたりも同じアプリになっています。で、ゲスト OS は、これ PAPR というのが、パワーアーキテクチャープラットフォーム、リファレンスかっていうのを略で、いわゆるあの今あるパワー VM の世界での純仮想化のハイパーバイザーコードの、インターフェース仕様を PAPR と言っています。でそれに従って純仮想化してます。ですので、どういうことになるかというと、このゲスト OS っていうのは、今の PowerVM 上で動いているのと同じゲスト OS が動いて、通常のハイパーバイザーコールをすると、まあ、PowerKVM の方で、T-Hype でやってたような処理をエミュレーションするというような動きになっています。ですので、上で動く OS 自体は今の、パワーシステムで動くリナックスと同じものだと思います。でただ AIX とかは今の時点では動かないです、うん。IO は QM でエミュレートします、あと PCI パスツールとかも動くというわけで、パワー VM、向かって向こう側のパワー VM というのが従来の、まあ、IBM が作った仮想版式で、向かって右側がパワー KVM という、まあ、KVM を構成した仕組みで、まあ、違いとしてはパワー VM は、まあ、ファームウェア上にハイパーバイザーが、作り込まれている。でパワー KVM というのはその、そのファームウェアのハイパーバイザー機能を殺した状態にして KVM で、仮想化を実現する。プロセッサのハイパーバイザーモードっていうのを、Linux 上の KVM ドット KO が、支配しているという形になります。まあ、そういう違いに。
というわけで、パワー用の KVM というのが今どういう状態かというとですね、ハードウェアとしてはパワー7というプロセッサーもしくはパワー PC 970という、プロセッサーが乗ったハードウェア上で動きます。具体的には何かというと IBM のパワーシステムという、高いマシンとか、あと IBM のパワーシステムの、廉価版で Linux 専用機でパワー Linux というサーバーを出していて、それで、あとイエロードックが昔出してたパワーステーションっていうあのデスクトップ端末がありまして、それを PC970 が持っていて、これでも普通軽減と、でももう多分今これできてないですよ、ね、イエロードックってまた今多分どこか買収されてるんですけど、まあでも今もうパワーステーションって売ってなくて、まあ、IBM のパワーリナックスっていう、ものを OEM にしてもらってます。で、一番残念なのが、パワー PC 970って、Apple でいうところの、G5 で相当するんですけども、G5 の Mac では、ケーブルパワーケーブルが動かすことができませんということなんです。で、これはあの Mac 自体はその、プロセッサーのハイパーバイドモードが使えないようにハードウェア的に作っちゃってるんで、遊びません。ということで、この、プロセッサーのハイパーバイザーモードを使う KVM、パワー用の KVM っていうのは、すごい限られたハードウェアでしか今、遊べません。残念な。という感じで。で、実行活用で。ですので、パワー KV、パワーリナックス。パワーシステム上で Linux を動かして KVM.KO をロードするとハイパーバイザーモードを使えるようになります。で普通の、ゲストの関連っていうのはスーパーバイザーモードで動いて、でユーザーランドプログラムはユーザーモードで動くというような形で動きます。すみません、ちょっと古い情報を書いちゃってるので下側を、パワー KVM っていうのはその IBM がつけている用語で、もともとパワー PC 自体で KVM を動かそうっていう動きはだいぶ前からやってる人がいて、スーゼの人とかが、コードを書いたり、IBM の人とかがコードを書いたり、フリースケールの人とかが作っていて、で作っています。で今ご説明したIBM のサーバーでしか動かないパワー KVM っていうのは上側の、HV モードの KVM というものです。でこれはプロセッサのハイパーバイザーモードに遷移して、ゲストを動かすので、非常にパフォーマンス的にはいいというんですね。で、下側の PR モードっていうのは、完全にユーザーモードでゲストを実行して、で特権命令を全部エミュレートするという動きの仮想化っていうのが一応できて、で PR モードの KVM はもうすごい遅い形になっています。というわけで、事実上IBM のパワーシステムでしか HV モードの KVM というのが動かない状態でですね、IBM のパワーが乗ったサーバーって、すごい高いのはすごい高いんですけど、一応その廉価版でパワー Linux って Linux 専用機を出していまして、高いんですけど一応X 圧力サーバーのたまによく見かけるような、のと比べてもそれぐらいのお値段かなっていう、ちょっと個人時間になってしまってというわけで今 HV モードの KVM を動かそうと思うと、このマシンが一番何も考えずにできます。もし触りたい方がいらっしゃいましたら言っていただければ用意します。という形で、あとはどうなってるかというと、QM で配分マシンで指定する
マシンタイプとしてその、タワー用に T シリーズっていうのが追加されています。であと、まあ、一応 HV モードと PR モードとどちらでも動くような形で Linux カーネルには KVM が実装されています。であと、まあ、パワーシステムって基本的にオープンファームウェアの使用を取ったファームウェアで動いてるんですね。でゲストも、オープンファームウェアを使って起動するように QM の中のロムコードとしてスリムラインオープンファームウェアっていう、まあまあ、最低限の機能だけを入れたファームウェアのコードが、を作っています。という形で、そういうのが大体パワー QV で、今までお話ししたものというのは基本的にBook 3S ですね、サーバーエディションの、仮想化のお話で、一応 Book 3E 用に、まあ、組み込み向け用にも仮想化の仕様というのが、つい最近ですかね、入りました。この辺あたりはすみません、私が詳しく見てちょっと適当に聞かれたんです、書いてるわけなんですけど、ね、まあ、結構、まあ、フリースケールの人が結構コードを書いてるんですね。必要なんとなく見せるようなというわけで、組み込みのでも一応仮想化はできるんです。であと、まあ、最近のパワー用の Linux の動きとしては、まあ、リトルエンジニアサポートが結構ガツガツと入っていたりとか、まあ、リトルエンジニア対応の流れで、あと KVM 対応するとオープンスタックのコンピュートモードで使えるようになるというので、それをするためにリムワークに頑張ってパワー KVM で動くようにしましたとか、あと、オープンスタックで動かすようにするとオープンスタックの、まあ、CI が流れないと怒られるので、オープンスタックの CI って、まあ、ネスティッドバーチャリゼーションで動いているので、そうネスティッドも動くように頑張りましたとか、まあ、そういう感じでいろいろとやっています。で、パワー KVM だとゲストっていうのはパワー VM の世界の純仮想化の実装になっているので、最終的にハードウェアの操作をしようとすると、まあ、T-Hype 用のハイパーコールの中で実行します。でそれをすると KVM がそれを捉えて、QM 上でそのハイパーコールを、有料としてリストします。まあ、そういったという形 で、で今のパワー KVM はまあ、オープンスタックでもコンピュートノードとして動かせるようにするためにリブバーグとか、あと、まあ、レッドハットさんのなんだ仮想化の仕組み、仮想化じゃない、仮想化管理の仕組みですね、の、オーバーとかでも動くように一応なっています。で、パワーキューブ用 M 用 の、 リブバーグの定義ファイルでを見ると、一応ドメインタイプが KVM で、アーキテクチャが PTC64 で、マシンが T シリーズ。まあ、こういった形の定義になります。あとはほとんど一緒に。違うのは多分、アミュレーターの部分と、あとコンソールデバイスですね、ぐらいですね。コンソールデバイスはまあちょっと独自の仕組みでやってるんで、特殊な感じが。でもディスク IO とかネットワーク IO とかは普通にバントアウトできる。というのが、パワーケーブルの展開です。で、ちょっとカーネル VM でお話しするときは、ちょっとソースコードをちゃんと出さないといけないと思ってますので、一応、なんとなくどういうふうになってるかっていうのを、レスキューしておきます。で、マシン、マシンインディペンス、インディペンス、機種非依存部分は、カーネルソースのバート KVM の下の、ちょっとだけのパネル でここはX86 の KVM の世界と共通ですね。ですので、
QM からスラデブスラ KVM に IO コントロールして、で KVM ランで IO コントロールすると、 KVM アーク VCP IO コントロールランっていう関数で、あ、ちなみにこれ、多分 3.、パネルの総数 3.11 ぐらいのコードになってますね。で、もうこの時点でいきなり機種依存分になっちゃう。で、この後、パワー PC 向けの KVM のコードがすごい長いのがついてます。で、この中で、最終的に仮想 CPU を動かすのが KVM PPC VCP ランというところですね。もうこの辺りの、名前空間はもう結構もう X86 の世界と変わっていて、 X86 の方だと VMXVCPU ランとかっていう、まあ、そういう関数とかが呼ばれていくんですけど、もうこの次ぐらいから全然、独自の世界に入っていきます。で、KVM パワー用の KVM って、まあ、HV モードのKVM と PR モードの KVM と、まあ、いくつかやり方があるので、その共通部分がこの PowerPC.C ですね。で、Book3S、まあ、サーバープロス向けプロセッサー用の KVM のところが Book3S.C というところで、VCP ランク1というコードに関してはそうです。で、その次に呼ばれるのが、KVM PPC ラン VCP というところで、で最終的に HV モードの KVM をするためには Book3S アンダースコア HVMC という中に入っています。この中で、KVM PPC ラン VCP というところに入ってすごい長いです。まあ、その PR モードとか HV モードとか、まあ、どちらでも動くように結構共通部分がまとめたりしているので、かなり長いケーブルを使って、最終的に、アンダースコア2個ケーブル TPC V コアエントリーっていうところから、アセンブラの世界に行きます。で、VMX の時とかっていうのは、VM ローンチとか読むと、結構必要なレジスタを自動的に対応してくれたりっていうので、コード的には短くて分かりやすいんですけど、 PowerPC はもともとハイパーバイザーモードでとスーパーバイザーモードとユーザーモードときっちり分かれてて、で、VM ローンチみたいな便利な命令がないので、自分でレジスタを一個一個対応したりとか、ステータスレジスタのビットをいろいろセットしていったり、まあ、そういうことをやっていかないといけないので、このアセンブラの部分もすごい長くて、そもそも私がこの辺が見切れてないというか、くじけてます。で、最終的に、RM ハンドラーというのは、リアルモードハンドラーで、まあ、MMU が動かない世界に対して、で、最終的に KVM PPC HV エントリーっていう、ルーチンの中で、この辺で、一個一個、レジスタを対比したりとか、して、KVM、ゲストの世界に入っていくとか、まあ、そういう長いものになっています。というわけで、最後にまとめとして、まあ、ちょっと PowerPC 結構やばい感じなんですけど、一応頑張っていますので、言ってないという感じです。KVM ってほとんどの機種依存コードなので、コーティングしてる人は大変だろうなと思います。あと、まあ、PowerKVM、動いてますので、遊びたいとかいらっしゃいましたら、すみません、ちょっと忘れてたんですが、一応、実際動いてるところを見ていただくと、思ってて忘れてました。これ、KVM のホストで、
思惑的に真理だと思ったんですが、あと何分ぐらいですか、ね、さっきは QVM ホスト上で、一応 QVM.KO をロードしている状態ですね。で、でリムバートとかも動いているのでバーシーと出てきて、で、あと、ゲストの世界ですね。ゲストの世界ってどうやったか、まあ、そんな感じで一応これだけでデモというのをお話しするんですが、一応ちゃんと動いてますということで、まあ、もしパワーキューブゲームで遊びたい方がいらっしゃれば、こっそり私に出ていただければ環境を用意できますので、よろしくお願いします。ということで、私の、発表は以上でございます。ありがとうございました。ご質問ございますでしょうか。